背景この手紙読んでいるあなたはどこで何をしているのだろう。15の僕には誰にも話せない悩みの種があるのです。未来の自分に宛てて書く手紙ならきっと素直に打ち明けられるだろう。今負けそうで泣きそうで消えてしまいそうな僕は誰の言葉を信じ歩けばいいの。一つしかないこの胸が何度もバラバラに割れて苦しい中で今を生きている。今を生きている。背景ありがとう十五とあなたに伝えたいことがあるのです。自分とは何でどこへ向かうべきか問い続ければ見えてくる。幸せなことを願います。